ちょっと見えて見えてた。やすお疲れ、ありがとう。今日の体験をさせて、いやこちらこそありがとう。あーなんか、あやばい、なんかもう思い出すだけでまだ歩きっか。まっつキラキラありがとう。この服ですか？これねファンの人からもらったんよ。ちょっと待ってね。いやこの曲そぶんな、でも楽しかったけん、ただそう、でも私は新しい曲を覚えるの必死でいつもやってる曲の練習をおろそかにしてしまったんですよ。ダブル C、 ダブル C です。いやなんかコクとタグミとダブル C です。ダブル C とか言ってある。あーもうよし、待ち受けガイズのリンコだったんだけど、それ待ち受けするしか。ですねのグーハートありがとう。カップリングイズありがとう。これはプレゼントです。あー本当に、あーなんで、あーなんか、もう昼がもう帰りました。時を戻れ。時を戻れ。時を戻れ。あポポラブレターありがとう。めっちゃいそう、押しなよ、押しなよ。おじちゃんキラキラありがとうございます。時を戻れ。あーいろいろね、ガラッとね変わってね。マジか、ありがとう。そうです、フォトブックめっちゃもうすっごいみんなめっちゃ可愛く綺麗に撮ってもらって、沖縄、沖縄で沖縄で。そう今日はハーフツインでした。やでがっかり、今日ツインツインやね。明日はねもうないんですよね。帰りますね昼。いやちょっと私の反省会です。なしかえず3回いつ、2月の一番最初、ああなぜなら一番早く話せるから。チュロス自分で考えてないです。あら私なんですけど、え、これ中見せちゃダメよね。中は見せれんけどめっちゃ可愛いけん見てほしい。あとファイルとか、あ、私ですよ。写真集あるんかね、あるんかね。これです、アタックスイ。めっちゃフォトブック可愛いけん、裏は見せていいんかな、どこまで見せていいん、これめっちゃ可愛いよみんな。あ、タクシータクシー、そう、みんな酔った、みんなこれが朝がいいって言った、めっちゃ可愛い、なんかねすごいなんかねやっぱね、うん、いいわ。そう、ね、売ってほしいよね。100円とかで、100円安いか、何円ぐらいかな。何円なんだろうこういうのって、500円ぐらいかな。確かにね、鼻だれ確かに夜したかったかもね。確かに漏れてます、なんか見てみてね。はい、ラタータの私赤いさんのままもらいました。トブックいいよ、あずっとあんって言っとる。100円は安すぎる、500円ぐらいかね。3000は高いよ、3000は高いよ、500円ぐらいじゃない、だってそんな枚数ないもん。いやずっと引きずっとる、いやってさ全然普段間違えんとこも何で間違えたんと思って、
やんだやんだやんだ、しかも山になんかめっちゃ外れるし、緊張っていうかなんか別の意味で緊張して、なんかちゃんと踊れるかなって、ああやんだ、なんで私これできんかった、意味わからん、自分なんかイライラするわなんだマジで、なんかさレッスンの時はできとったくせにさ、なんか本番になったらさなんかできんかった、イラる、自分にイラる、なんかこことかさ、なんでできとったもん、もうね、もうでもこれは夜できた、昼間違えたところ、なんかこれなんだっけ、これこれだ、えこれですよ、これですよって言っても分かんないいや私はやもうダンスの先生に言ったっけ、私沖縄で絶対リベンジするんだよって言って言ったつい、私ほんまに強いタイプだと思ってたのに、大人になっても覚えている、めっちゃ映画のチャンス言えたよ、ちょっとマジでマジで先生はがんなんかもう吉崎はねやれる子じゃんみたいな、曲に入れる子じゃけ頑張ってねみたいな言ってくれた、言ってくれたからちょっとマジで沖縄頑張る、もう最後だしマジで沖縄そう、あーなんかめっちゃショック、あーなんで私あんなできんかったんだろう、そう夜がもう、あーなんでなんか夜のやつばっかり練習してて、昼のなんか普段のなんかやってる最初のやつあんまり練習してなかったかもしれんからテイクストックさん、花ありがとう、さっき沖縄頑張る、追加の発表、沖縄、あ、そうかもそうかもはぁはぁはぁ、キチさん、キラキラありがとう、お母さん、カイありがとう、はぁはぁ、トメラカプリパフェかわいい、ありがとう、やばし、何人来るん、何人来るあの子はーん、でもいやでも夜公演は12秒リベンジできたからいいや、12秒は HKT さんの12秒じゃないや、最高回は7億円の時あんまなんかできんかったけど、それよりは今日できたし、マントシフルシクも7億円の時よりはなんかパワフルにできたと思うし、うん佐野さん神ありがとう、今日ね一人部屋なんじゃけどね、あとからパシリが来るって言ってて特報ね、なんだあか、ベイさん神ありがとうパシーはなんかメール送るって言って後から行くって言った、コンビニが好き、はっはっはっは、私も自分で思った、意味ないけどコンビニが好き、はハッ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 ハおいでまし、あ、ごめんめっちゃ汚い、お邪魔いたす、どうぞ、え、配信してる、してる、もよいしょ、どこでしよう、ここです、私ここでしてた、失礼いたします、あ、通ってないよ失礼
ね、私の部屋。私の部屋怒らせた、最高。何が楽しかったね。楽しかった、ずっと怖いわずっと言ったら私マジで。ぬえさんかわいい、ありがとう。やっと歌えるわ。でも大変だった。なんかさ、ショールームいつもさするじゃん、なんか頭の中でさ、はっはっはって言っとるけどさ、大変そうになってさ、もうめっちゃ大変だった。なんだっけ、トニア、再来週かエロエロそう、ずっと頭の中で離れとったどっち見ればいい、二窓、二窓、二窓、テレビの紐エロエロハローウェイ、ハローウェイ、あなたは来ない。タイタン、クマ、ありがとう。ナイさんかわいい、あ、さっき言ったか、ありがとういや、曲数覚えたようで、私の、私は何曲歌った、多分40曲ぐらい。やばい、ね、やったよ、頑張ったね。しかも自分らさ、なんかあれもあったじゃん、 PR 舞台、MV 撮影もあったけん、大変だったね。頑張ったね。チョコじゃん、差し入れ強奪めっちゃ差し入れあるタンタン、あーごめん、タンタンさんありがとう、ごめんねフリーズした。え、しかもなんだっけ、なんだっけ、あれ、ももクロさんのなんだっけ、走れ、そう、走れなんかは昨日フリーズでした。昨日じゃないか、おととい、おととい、おととい、フリーズでした。死ぬかなって思ったはっはっはっは。結構スケジュールがねパンパンで本当にね、なぎ、おにぎり、え、何食べよう、笑顔が止まらない、踊る心止まらない、走れ、いや、私ね、走るなんか結構できた、走れ走れ走れ。今日ねポテトが、パセリが用意してくれて、マジで美味しかった。昼公演終わってからすぐ食べた。これはユーカリ弁当です。いただきます。ポテトの明太マヨにしたんですけど、私めっちゃ美味しかった。もうやばかった。しかも暑い時食べた、そう、最高だった。もうやばかった、やばかった。広島もあれ作った方がいい。いや、そう思う、毎日行く、私が絶対ね人来るだろうね。何これ、ビゴの海賊さん、神、ありがとう。イエーイ、肉肉。え、これ寿司じゃなかったん？私寿司食べれんけ。あ、そういうことか。なんか特別に。そう。まあ、かわいい、ありがとう。うんうん。うまい。うんうんうん。最高だよ。うんうん。様子の可愛い様子。な。な。こんばんは。イエイ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 。そう、うん、こんばんは。
食べれるな食べれる食べれる、うん、るこんばんは、傘飲んでるって、これはなんという店だっけ、どこ、なんかいっぱい差し入れもらってきた、え、私も会場でも食べたくせにもらってきた先輩たちが帰った後にもらってきた、アイスって買いに行った、もうまだ行ってない、え、配信後行こう、こう行きたい、待って寿司やばい、え、マジですごいです、やば、ね、いただきました、ウニとか入っとんだけど私こんなうまいね、最高です、今日はありがとうございます、リンコのお部屋にお呼ばれします、そうですよ追い込まれた、呼んだ、お持ち帰りした、うん私梨汁のかもしれん、エーマン結婚して、え、私もね、あるんよチョコ、これえ、どうしよう、でも肉まんだ、ちょっと新幹線食べるかな、自分らだけさ別ホテルなんよね、え、ありがとうくれた、ありがとう、私リンゴ飴2つもあるんだけど美味しい、ダストパセリだけこのホテルなんですよそれしかも帰りもさそうなんですよ、みんな帰るぞって言われてさ準備したらさ、お酒と水だけはまだだよ、そうそうそう、そがいかも、千匹屋の高級アンミュー、リンゴ飴、これはね、言っていいかな、あの、びっくりでした、あの、しおいさんから差し入れをいただきました、うん、うん、そう、あの、一期生さんの、そう、しおいひなこさん、しおいひなこさんが来てくださってて、クッキーいただいた、しかも、私も取ってもらいました、聞いて、しおいひなこさんに話しかけられて、めっちゃ可愛かったよって話しかけられたんですよ、あかりんさんが、めっちゃ嬉しかった、はい、初めてお会いしてめっちゃ口美人だった、うん、そうなんです、見に来てくださってて、え、フォトブックめっちゃ綺麗そうでしょ、慶応美人みたいな、フォトブックめっちゃいいよ、あ、リンコとのリンクよかった、ハローエーフフフフフ、初めて、うん、おいしい、おめでとう、帰ってきた、おかえり、私がミスティーに入る結構前に出願されてる方なんですけど、めっちゃ美人でした、うん、米もうまいね、やっぱ焼肉にはキムチよね、うん、ブックのパセリめっちゃ可愛いよ、マジで見てほしい、なんかダブい、そう、マジで犬うん、そう、犬、うん、そう、え、本当に売れるレベルですよね、かかかセンスのか、お気に入りの待ってて、ちょっと声もあるしね、もう勝手にずっと言ってる、今日はね、サイドポイントに昼寝をしてた、うまいな、フォトブック、お、パセリのサイズ、うなぎおにぎり、タイプ、次が最後だよ、お、パちゃん、ヒンコちゃんめちゃくちゃ可愛かった、ありがとう、今日ね、
嬉しい。あのツーショット会とサイン会があったんですけど、え、マジであれ神イベントすぎる。イベめっちゃ神だった。なんかめっちゃ近かった、作り、うん、でも喋れないよ。間違えた、こんにちはって喋らないでくださいって言って、私めっちゃ喋ったよ。パウダーにするって言った。シって言われた。あー、うなぎだ、うなぎ。え、等身大パネル誰が買ったやろ。お疲れ。譲ってくれん。え、お見送りね。え、お見送り今日ちょっと離れとった気がする。うまっ。パセが嬉しかった。奥さんに暴言吐いたり。フルーツ食えよ。うなぎ、うなぎが好きなんですよ。お、リクエストした曲歌ってた私。何、人質ツアーと、47都道府県ツアーと、海外ツアー。久しぶりにしてない。おいしい。嬉しい、来てくれた、ありがとう。うん、うん。夜ご飯よ。おいしい。インドツアー、息子がお見送りでパセリの反応面白くて、え、あの例の、うーん、例の、そう、お見送りでパセリを見つけられなかった。待って待って、7人しかいないのに見つけられなかったの。お知らせ見つけてくれ。渡辺さんでリクエスト、でも私来ないね。ね、やりたい。47都道府県ツアー。青肉神、ありがとう。ちょっとだけ取った。これだよ、これ。お見送りでパシだけ目を合わせてくれた。ごめんなさい、ごめんなさい。パシだけやった。おいしい。目でつった。え、そう、私の箱ね、空っぽだったね。なんか遠かったよね。また違くてよかったよね。うん、え、そう、あの、そう、なんか大きくなるのもよくやばって。でかっ。もうずっと人がずっと来てた。うん、ピリ辛肉まんです。あ、グッズ出ました。ね、それ配信とかパシッと行くの。ね、しとこうね。やりたかった。ジャイアンね、2階席から見てました。よく見えた。こっちからはよく見えたけど、うん、みんなはどうだった？2階席結構見えた ね。楽しかった。またしない？明日 TGC 仕事らしい。そうなんですよ。そうなんよ。でっけ、でっけ別ホテルなんよ。私とリンコは働きたいです。お休みです。大統領が無線でした。1時間くらいお見送りしたかな。どうだろう、したかも。ま、3回席で見ます。こっちも見える。さあ、もうご褒美。うまい。あ、わかんない、ありがとう。何食べようかな。私ね、自分のファンじゃなくても名札ついてる。見送りね。ショールームとかで送れるかな。なんか2階も3階も割と見えた。全然普通に見えたよ。ね、仕事あゆく。パネル当たったの？でっかいやつ？今日グッズ買い忘れたし、だから沖縄で買う。滝用グッズ買えんか。ね、お見送り。うまっ。今日のヘトリ決まっとる。マジで。
夜公演の一曲だから確かに遠征中はちょっと忙しいのでカロリーゼロです。ちょっとだけ明日食べよう新幹線で。うーん、うまい、うまい。アクスタ売り切れた？マジ？高級チョコです。おシャンティー。私は一回帰る。なんか誰だっけ、誰か沖縄チョコって言ってたんですけど、あた、わかんない。私は一回多分帰ります。沖縄レッスンないんよ、ね、やばくない？なんかリンコとサイアンとレッスンの日にラーメン行こうって約束してんのにまだ行けてない。レッスンなさすぎてめっちゃ不安なんだけど、なんか立ち位置が今日結構変わってて、めっちゃ不安じゃけ。やばくない？リスンのして、ね、ここで不満もいる。マジでマジでリスンないって何、ね、やだ、この人と配信したら、ね、なんでだって、え、不安ないじゃん。だってさ、日替わり曲とかもさ、だってやばいもん。お手柔らかに、こちらこそ。あ、そう、結構しかもなかなか広いから。食べたよ、美味しかったよ。めっちゃ不安。チュロスね、美味しかった。でも今日のチュロスはね、やばいね、やばいね、カジカス。あ、バターサンドもめっちゃ美味しかった。もういいじゃん。マネーね、 K から LINE が来て自主練しなさいって LINE が来た。やばいやばい、不満言ってたのをマネーねに聞かれた。ごめんなさい。ごめんなさい。バターサンドね。やばいやばい、ごめんなさい。私ね、あのね、本当に今日さ、ごめんなさい、メールとか送る時間ガチやな。マジで申し訳ない。やばいやばい、文句、ね、文句言ってるし、ギリギリまでメイクしとった。そうよ、マジで今日は、あ、みんなバタバタ、早く、そう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 、あと5分しか、エンジンしない。リンクはリンゴ飴食べて、リンゴ飴食べて、あ、後で怒られたもん自分。ゆっくりすぎ。夜も結構バタバタで始まった、バタバタだった、全然そう、長かったね。そうそうそう、ねえ、リンクあれさ、言った、あの、うちらが間違った夜公演のさ、あ、いいよ。あのね、そうね、僕はこの雨を眺めてる、うん、昼と夜でなんか立ち位置変えたんですよ、うん、急に変わって、あの、普段のやつに戻すって言われたけん、普段の立ち位置でやったら、そう、あの、普通の A メロは戻すけど、そうそうそう、大サビは、あ、もう、そう、新しい方みたいな、なんか自分の二人だけ残れのところにおるけさ、宮間が、あって、私は正解と思ってた、それと思ってた、それみんなが間違っとると思って、思っとってめっちゃ威張って堂々と踊りよったら自分らが間違えとった。え、でもなんか元に戻すって言われた、昼公演は変えたけど夜はいつも通りでやるからねって言われたけど、よし、ちゃんと覚えとこうと思って覚えとって、忘れて間違ったとかじゃなくて、マジでそれが正解と思って、しれっと戻る、一列になるっていうね。これは大観山キャンディーアップ2個もらった。これです、食べかけリンゴ。全然全然リンゴたどりつかん。そうなの、でもシャキシャキ、どうやって食べるん、これ広島持って帰りたいけど、それを新幹線で持ち歩く勇気はない。予算？うん。食べれん。舐めるしかない。愛知代官山のズボンに米粒だと。ハローベ。
まあ、私がリクエストしたのですみません。IG じゃあ見た、ありがとう。あはあ、ハローベイ、え、てかさ、なんかね、ハローウェイ、あの寂しいネタ業が終わった後にニコ生のコメント欄見てたら、選曲がおじさんみたいな、選曲が多分その人は私がリクエストしたって知らんくて、おじさんファンのリクエスト笑うたみたいないっぱい来とって、と思ってってなったおじさんって言われた。パシリでね、私の付き合っていただきました。まあ神ありがとう。いいじゃんいいじゃん、いい歌じゃろ。指揮表じゃないの。ジョージハートありがとう。えーの初めての星、マジでなんか今日乾燥、喉の乾燥えぐくて。パセリセレクトはあかりんさんがした。パセリンコ尊いじゃろ。そう、なんか最初ホキさんとリンコか、そう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 、あかりんさん迷ってて、そうそうそう、でリンコとなんか曲したことあるって言われたから、やるみたいになるまでマジで喋ったことほぼないですっていう。え、ね、なる前ちょっと喋ってたじゃん。喋ったことある。船かき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 今ほど、あ、それはなかった、うん、それはなかった、確かに関わりがなかった。うんうん、共通点がなかった。お仕事でエマン乾杯ありがとう。しーちゃん神ありがとう。船かきはもういつも一度に謎にも二人真顔で撮るっていう。今日久々だったね。今日久々に船かきの自撮りを撮った。食べね、明日食べよう。めっちゃ嬉しかった。心配になるぐらいガラガラでした。終わったやつ。そうなんよ。言いたいことある。僕はこの海を眺めてるのを夜公演の一番最後で、キヨさんがこうやって背中に手を添えるんですけど、その時にめっちゃお尻をガシッてついて。こんなんで足りんの？足りないよ。足りないよ。やばい、私のお布団が。お布団が。新曲ね。トゥン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 。もう聞いてくれましたか？把握してんのやば。ちょうど中心、なんかもう何ていうか。手と尻の中心。なんかお疲れ。え、もっと。で、そのさ、触った後にさ、ソロパート普通に歌ってるのマグロでよくて。昨日爆食いしたごろ。弁当はまた挟んで食べる。え助かる、ありがとう。イグミ、大人になっても覚えている。おっさん。おっさんか。うん、今日はね、一人部屋なんですけど、リンコが一緒配信しようって言ってくれて。だってなんか寂しくない？可愛かったから来た。だってなんか寂しくない？二人だけね、本当に寂しい。熱帯魚だね。加藤神ありがとう。うん、リンコは肉だけどこちらで。今日はね、朝から夜公演のリハして、昼のリハして、昼本番して、でまた夜のリハして夜公演だった。
ね、私今決まっとるけ。まパセリンコの夜はこれからよ。そうよ。楽しませてあげるわ。何これ。結婚してやだ。村上ありがとう。意気込みを食べてる。ティコチとのエピソード。ティコチね最近全然ね会わない、会ってないんですよ。マジ寂しい。ファンの方おすすめの肉まん。何なんおや巨大肉まん。ピアル舞台はまあ、まだまだ多分活動はまだありますので。東京ね。聞いて、私この前グミッツェル買いたくて一粒甘露東京駅店、ん？東京駅のところにあるところに行きたくて、でもなんか入り方わかんなくて、なんか電車のお金払って入って、入って行ったらグミッツェル売り切れでした。前回食べた時はカットされてたんですよ。つらい。あれはウーバー用らしくてテイクアウトで今日買ってきてくださったんだけど、なんか東京駅のところにあるところ、なんか頑張って全然行くこと分かんなくて、なんか30分ぐらいさまよってやっとたどり着いて行ったら、なんか売り切れてた。そうグランスタのところね、ところ誰かプレゼントで送って。ダメダメ。ねえ辛い、ねえ辛くない、なんかさわざわざそう買いに行ったのにさ、なんか売り切れですって言われて、そうだった。東京駅本当わからん。だからそう、ソースはメンバーに選んで、なんか喉は飯食ってなくて、かわか、もういいやと思って帰った。喉は飯食って、なんか飯、他の商品も売り切れてて、喉飴とハンカチしか売ってなかった。今日ね、通勤してるの分からん。じゃあ私なんか分かるわけないね。でも今日は頑張ってリンゴ飴を丸かじってでっかい一玉。喉飴、喉飴500円ぐらいの喉飴でした。今何時？そう、改札で切符買ってないんで。塩井さん初めてお会いしたんだけど。同じすぎる。美しすぎて、うん、時計簡単でも全然わからん。はっはっじゃない。あ、明日。あ、でも私明後日脱毛行きます。やっと脱毛行けるんですよ。やっと行けるんですよ。脱毛行ける祝いで明日だよ。ダメよ。やっと2回目の脱毛に行ってきます。頑張って。脱毛痛くなかった全然。なんかみんな痛い痛いよったけど、なんどういう話。そうスイカで買って入ったんですけど。半分こして一緒。やっと2回目のやつも行ってきます。どこ全身ですよ。全身脱毛ですよ。課金したんですよ。6回コースにして今2回目行ってきます。やっといける。2回目めっちゃ空いちゃった時間。ツルツルになってきます。全身ツルツルになってくるよ。なんか、とりあえず6回分お金払って、それでも入ってくるようだったらまたお金払おうかなと思って。お金に余裕があれば。さあツルツル。あかりんさんに惹かれる。あかりんさんにリンコ、リンコしはるみで脱毛話してんのって惹かれる。惹かれる。なんか私も1回目だったんですけど、なんか毛がふわふわになりました。1年間にどのくらい。最近は1週間に2回ぐらい東京行ってます。やばいよね。ここ数ヶ月1週間に1回絶対東京行ってる。なんか毛がの質がふわふわになりました。でもなんかすぐに戻りました。なんかこういう毛があるじゃん、なんかふわふわになった毛が、産毛みたいになったけど、そう。一回、え、でもその2時間ぐらいじゃない。なんちゅう話や。
私ももう意識が戻ったんですよ。だから早く2回目行きたくて、やっと行けるんですよ。2回目2時間半ぐらい繋がって、もうね、今週は2回東京に行きましたよ。実費じゃないよ、実費だったらやばいよ。TBC は入ってこない。そうなん？そうなん？戻って普通の毛が入って。好きじゃないのさ、あのサビ前歌えても嬉しい。ヒゲ5、6回。ヒゲすごい。うん、すごい。東京や。来週は、来週行くっけ？え、行くっけ？なんか、え、行くっけ？行くっけ来週。来週沖縄じゃない？あ、行くっけ、わかんない。そうよ。もうグラビアがいつあってもいいように脱毛してるの意識高いでしょ。行くっけ。へえ。本来だったら、まあ、月1も行かん、なんか本当にめっちゃたまに3ヶ月に1回とかだったんですよ、前まで。でも、まあ、ありがたい、花だれとかで歌番組を出たりとか。アンバさんタワーありがとう。あれ、アンバさんタワーありがとう。え、え、マジ？大好きタワー、大好きタワー、え、なにこれ、最推しタワー。 あねえねえ、うざいてうざいて、え、めっちゃこの人うちはちっちゃくない？全然見えんのよ、公園から見て。なんでこのうちはなんていつも思うよ。めっちゃこんなんないうちは。今日さ、なんかサーヤンの暴露みたいなするコーナーでリンクがサーヤンはファンの人への不満を言わないで言っとって、え、そうそう、で終わった後にリンコの暴露やばって、リンコが裏で言っとるみたいやんとか言ったら、なんか今言っとる。もっとあなためっちゃちっちゃくない？全然見えるんだけど。いや、ごめんなさい、ありがとう。ありがとう、ありがとう。裏とかじゃなくても思ってた思いっきり言う、しかも本人に言うっていう一番立ちの悪いパターン。パセリン講師なんか増えたくない？どうすんの、でっかいので来たら次。でっかい、このクソでっかいので来たら。パセリン講師、パセリン講師ピアノメーター入ってめっちゃ増えた気がする。確かにね、今まで関わりなかったけどさ、パセリン講師とかおらんかったよ。めっちゃ今おる。おる、めっちゃパセリン講師おる。めっちゃ増えた。ゴロがいいんよ、パセリンコ。いいよね、うん、パセリンコってね、いいよ、いいよ、いいよね。やめてさ、うん、私と組もうや。何をユニット、うん、それ以上増やすなってマネージャーさんに言われて、言われる、言われる。CR だの、ダブルコだの、パセリンコだの。ダブルコ、アイコン。この前のさコラボ配信でなんかさ、なんかあれモノマネみたいな、先輩のモノマネみたいなしとった？私が、うん、あ、PR 舞台のお弁当が来た時の反応モノマネ。あ、パセリの食感、うん、あ、あ、これ来た、これ来た、パシャ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 、え、パセリ、これ何味、え、これは明太子で、これはサワークリーム、パシャ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 。今日のやつ。パシャ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 。これツイッター載せるけん。パシャパシャ。リンゴのものでしょ。何？して？メイクしたくない。だるいメイク。やばい。ギリギリはですね。やばいやばい。似とる。だるい。今日めっちゃギリギリまで。ちょっと。似とるだって。確かに似とる。今日もね、ギリギリ30分前ぐらいからメイク始めるっていう。30分前にメイクを始めるってやばさ。
今何時？10時47分。ありがとう。ギギシャ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 って着替える。ババ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 バ。なんてメイクほどめんどくさいものはないからね。え、顔見えんかったね3回。えー、私からは結構見えた。うん、見えた。見えたよね。明日は早起き。早起きか、早起き。向こうに比べたら遅起き。うん、向こうなんかやばい。他のメンバーマジで早起きだ。めっちゃ私らだけめっちゃ申し訳ない。セリンコだけ。さあ、頑張ろうね。自分らもお仕事いっぱいもらえるように頑張ろう。頑張ろうね。働こう。働こう。働こう。働かせてください。マネージャーさんまだ見てますか？見とったらすぐ LINE 来る。仕事をくれ。仕事をくれ。働きたい。後ろの方見えてたよ。なんか結構重たいに見えた。あ、多分もう見てない LINE がこう。仕事をください。仕事をくれ。あ、来た LINE。パセリにあげるね。おいおいわしわし、わしはね、頑張ってパセリになんか持っていくねって。おいおいおい、おいおい、担当私だろう、なんでだよ。おいおいって。ね、2個2時50分。でも私終盤フラフラだった。私もやばかった。今楽しかったよ。やった、なんか酸素足りてなかったくない？なんかみんな頭痛いって言った。そう、いる声もあってみんな頭痛い。酸素足りてなかった、あそこ絶対。あ、えがちゃん、マネージャーさんへのコメント来てます。バンジーまだって言われてます。バンジーですか？うん、いや、バンジーはですね、まあ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 、回避予定です。いやいやいや、もう私からめっちゃお願いするけん、パセリ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 お願いしますって。7がハートありがとう。今レインボースターありがとう。ドバイ。パセリも飛ぶよ。明日行く？バンジー。え、やだ。あ、やだ。さすがに明日はやだ。さあ、でも体が疲れすぎてもう何も感じんかも。なんかもう、はぁーってなってるから。はぁー、身を委ねるみたいな。スランプくん、星じゃない、キラキラ、ありがとう。バンジーね、多分もうすぐ。もうすぐ、ずっともうすぐって言ってるけど、多分。私はないです。多分なんか数ヶ月以内にはできるんじゃないかなという感じです。ございます。はい、うん、PR バター終わるまでにはできると思うけど。頑張ってよね。いや、あなたも行くけどね。だってないじゃん。いや、入ってないもん、スケジュールに。え、違うんよ。なんか、うん、そのマネージャーさんから聞いた話では、まるまる、多分まるまるって言って、まるまるとあと3人ぐらいかなって言ってけ。で、その3人にパセリ入ってるかもしれない。よ、普通に考えたら入っとるじゃろ。入ってますか？入れてください。パセリはこんなに飛びたがっています。なんか飛んだらさ、人生観変わりそう。なんかね、確かに。きつい仕事とかもさ、何でもいけそう。イモースのきついロケも耐えられそう。うわ、確かに。パセットね。え、私の絵文字フライドポテトなの？私フライドポテトの絵文字。ポポさん、クマ、おさむさむ、神、ありがとう。え、私のトレードマークの絵文字フライドポテトなん、犬じゃないん。花子ハート、ありがとう。体重ちょっとサバ読みせんといけん。だいぶ今やばい体重。ダメよ、体重サバ読んだらね、池に浸かるけん。いや、だからもう死ぬよ。いけないもん。
でも 日替わりじゃない体重って正直。いやそう、なんか1キロ増えてる時もあれば、うん、めっちゃ食べても測ってもそんな太ってない時もある。今日は食べても太らない、うん、私の場合は死ぬ、サバ読んだら私多分5キロぐらいサバ読む。サバ読みしよう。死ぬかも私。いや最近体重やばいですよ、言えない。マジでやばい。でも顔につかんくない？いやここ2年間で一番重い。嘘マジで、ここ2年間で一番重い今が。え、太んの？3年で一番軽いけど。何キロ何キロ何キロ言えんよ。いや大体わかる。身長160です。やばい、マジで太ってるの今。食べちゃうのやばい。トイプ着てもいけるやん。いやあれはいけん。いやだいぶお腹プニ、なんか今日あのイヤモニでこう後ろでねなんかつけるんですけど、もうおもう肉がブヌンって出とった。なんかわかる、あのさイヤモニこうつけててこう後ろに通してベルトするんですよ。もうベルトからお肉がブニって出てたから、あやばいやばと思ってちょっと静かくした。本当にやばいんですよマジで今。痩せなきゃといつ、いつ食べてる。いいよやばい、お腹が肉がブニって出てた。あっと思って隠した。体重とか気にな。いやいやいや、さて甘やかさないでよ。ラーメン行こうね。一向に痩せる気配がない。ラーメンに行く気配もない。それな、えだレッスンがないんだもん。やーい。よし神、ありがとう。なんでパスリ痩せるの？え動くけ。すごいとも痩せるんだけど。ウォーキングにめっちゃ行く。えエロエロエロ。いかま私。そういうところで差が生まれるのか。今はまだ勇気が足りない。少しの気かけが足りない。走れの裏話、リンコがいつも大きさを追い抜かして走っていくの。え、でも本番今日大きさ抜かさんかった。なんか大きさんが先頭になった。リハだっけ？レッスンだっけ？リハ？リハか。リハか。大きさんが走っていくのに、なんか急にリハ。私だけ。先頭はめっちゃ走り寄った。みんなリハだよ。あ、あってなる。今日はちゃんと奥さんの後ろを走りました。ラーメン食べてきました。いいな、ラーメン食べてきた。ラーメン今日はねちょっとぐらい食べてもいいよね。アイス行こうね。どうしよう、あと半分食べたらおろっかな。うん、ママにあげよう。私がめっちゃ先頭走っとった。追加公演、追加公演、追加公演。一番の自由人、みんな自由です。え、みんなまとまりなさすぎてまとまりあるみたいな。みんなそう、みんな逆にまとまりができてる気がする。個性を尊重してくれます。みんなだから16人とかでいる時より7人いる時の方がみんなのびのびなんか。え、そう、本当にのんびりそれぞれの世界に。で沖縄で発表ないかな、ないかな。えでも瀬戸内で公演もしてないのに瀬戸内 PR 舞台なんて名乗れないですよ。うん。本当にロケも行きたい。行きたーい、ね、迷う、行かんと。え、てかさ、でも公約にさ、うん、東京で CM みたいな、え、あったっけ。あったよ、 ありましたよね。なんか街頭 CM だ、東京とかじゃなくて街頭 CM、まだ街頭 CM。 街頭 CM で瀬戸内でロケ行って流すとかがいいな。うん、ね、アイス食べたい。アイス、それあなたがアイス食べたいだけでしょ。そう、うまさん、ありがとう。今日ちゃんと見えてた、バッチリ内輪が。うん、そう、ありがとう。ね、あのね、のびのび6周年、そう、なんか3回やります、6周年コンサート。もう心が、ありがとう。本当に覚えとかんというか。パネル？あ、パネル。パネル。パネル。
置くとこある家そのミニストップまた早速ではあるんですよ、超食べたい。そうなんですよね、すごいね。国際会議場です、6周年コンサート。いやー7億円だね。走れ走れキャパの、どれぐらいだろう国際会議場。どこかな、なんか2周、STU の2周年コンサートやったみたいと言った、パネルオフとかめっちゃ困るよね絶対困るなと思ってどうする、急に本当に本番中にし始めた、気まずいに見てる側はもうどういう対応したいし、あーってポカン肉マジでしてるやんなるじゃんみんな客席1500席、あ、でも1500席で3回いるのはすごい。コンサート日は昼も夜もガラッと新しい、しかも新曲の日があったの。 NV は2月2日だったね。それよりここで焼きもきして、 NV NV 撮ったんよ、みんな。あのね、めっちゃ寒かったいや、それの、自分のバカよね、あのセブンティーン、その時はまだ暖かくてまだいけるって思ったそう、アイス食べたらその後本当に地獄を見たマジでだからあの、ネームキーホルダー、あお、いいじゃん。笑わない曲調というか、うん、あの微笑むぐらいで歯はあんまり見せない感じの笑い方でみたいな言われたから、うん、人にあの微笑んでるつもりで踊ってるんですけど、うん、今日のなんか映像出てたやつ見たらめっちゃもう震えてブルブルして顔が固まってる、あれ緊張の表情とかじゃなくて寒さ、いや本当に寒かったやばかった、まあ、詳しくは公開を待ちください今夜はね、ああ明日の状況ヤカゼの肖像、ヤカゼの肖像、あの長崎の時より歌えた気がしてる、緊張せずに。長崎の時はめちゃめちゃ緊張してたから。なんかね、ツイッターでなんか、いや寒かったんよ。今回の9枚目の PR も表題もどっちも寒かった。インタビューはインタビューはカップリングの。MV 撮った日に撮ったからめっちゃ顔が死んでる、あ、そうですねみたいな感じ感じ、感動した、よかった。長崎の時よりは2回目だったから緊張せずに済んだ。そうだよね、今週めっちゃ寒いらしいよ、今週来週か、来週めっちゃ寒いらしいよ、探してみてください。そうなんよ、ちょっと待って、ミラちゃんが出た最初リハでは最近なんかミラちゃんが出る豚バナ、さっき豚バナになる、なんでじゃろう最近ミラちゃんが出るいや、性格か、ありがとう、ありがとうありがとう、なんか最近豚バナになるミニアちゃん私は鼻の中にミニアちゃん住んでるかもしれんねやだ、やっぱせん、はい、何でもない、何でもない、いやいや、あの、パセリンコ氏がタワー立ててきた、ね、パセ、え、パセ来てないよ、パセ来てないの、あーあーあー
ありがとう。事務所と相談します。あ、どうしなかった。できるってことですか。ありがとう。も今日見送りの時なんかめっちゃパシパシしてたから。私からさ、LINE してる。ありがとうございます。本物が見れてよかったです。おー、これからも本物見に来るか。みんな衣装見た？見に来るか、ね、衣装展示マジで可愛い。可愛い、着たい。暗闇の衣装着たい。カセモス着てみたいな私。わかる、着たことない。やばいね、やばいね、やばいね、やばいね。やばいな。あって6周年決まったのやばくない？うん？6周年何がコンサート、やばいよ。3公演って3公演って何？何事？全部すり違うんかな。全部やるんかな。え、なんか分からんよね。なんかやるんかな。あ、一回しかまだしたことない。でもよ、四月じゃろ？うん。3期生入ってくる？かな。でももう四月にあるならレッスンとかもう始まるんかな。え、三期生さ二月か入ってくるの。いやー、そんな早いん？かね。え、じゃあ、え、さ大変じゃね？そんなすぐ入ってすぐコンサートとか。たまたお疲れ。ありがとう。衣装本物、あのヘタレたち用の衣装は私が奈々さんのなんですけど、一回着たことがあるやつです。いいな。そう、奈々さんのだけなんかね、そうレインボーなんよ。めっちゃ可愛い。もう一回行きたい。パセリの足から根が外れなかった。いい意味。ふくらはぎ。確かに。じゃ何個3個あるんかな。どういうことじゃろ。しかも2公演ある日やばいね。設備ね、やばいよ。ね、またタワハラしてくる。ハンリンコが、私タワーの俺、そう、ね、200何本ぐらいある。またタワハラしてくるんだけど。ね、リアランとしたよね。ね、しかも地味にポテトのアバターにしてるし。サラマンダーさんありがとう。6周年さらっと発表されてた。ね、さらっと発表してた。そう、の6周年ありがとう。1年後にお礼します。1年後にお礼したいと思います。ありがとうございます。1年後までいてねってこと。そういうこと、うん、納期1年です。1年以内に書きます。1年後。だけど、みんなもそこまでファンディングでおってねってことです。そう、6周年コンサート。なんか結構もう伸びてますよ。全然書けない。あ、新幹線で書こう。いや本当に、ね、ポテトは金よ。知らなくて、ポテトはね、紙。発表さっき決まってもう発表がそういうことなったんよって言われて、エンジンの時に。ねえ、ねえ、ねえ、あれガチのリアクションだね。またまたもうや。ゆうぞー、ありがとう。1年後にしますと。俺ありがとう。待って、ごめん、全然メモってない。今日誰が、待ってよ、待ってよ、待ってよ。携帯が今これしかないけ、メモれん。どうしよう。え、誰か後でツイッターあげてほしい。お願い。え、あれフェニックスホールってさ、抽選会とかするとこ？なにこれ、あの小指貸したのとこですよ。3年後も推し、ん、好き、ありがとう。何かあったでツイッターあげて、パワー立てた人お願い。金木星、はい、背中くん。うん、マルファンで書きます。でも2月は1月で忙しくないけど、ありと書けそう。はるちゃん、紙ありがとう。また生えた。3億年前から君が好き。スクショしよっかな。今誰、1,2,3,4,5,5人、6人今、何人今、今何人、6人か、ちょっと丸見え。
いや悪いや。新曲、あーそうね、確かに。でも1月がちょっとね、忙しすぎました。ねえ、むずいこれ。ねえ、待って、え、待って、ねえ、待って、え、これって絶対、だってだって、ときめきか。むずかった、ここ。ねえ、待って、え、これって絶対。てかもう覚える必要ないのに。めっちゃ復習しよるないよね多分またこれ曖昧やあたたたれて時々苦しい愛だって言われたんだ釘付け気持ちは分かんないだけどダダ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 ダエピバニーレッツゴー恋なんていらないよダダ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 今日はあれファンの皆さんが席について待ってる間の曲もあかりんさんが選んだらしい。すごい、そのここまで。あかりんさんのツイッターをチェックしてください。そこまで考えてすごいな。誰が何をリクエストしたか。私のエミさん、え、知ってました。でもこの曲。なんかこの部屋さ寒くない？嘘。なんか寒いけど。絶対風邪ひいとんよ。私毎日風邪ひいとる、うん、一生咳してる、ね、一生咳してるねえ去年からずっと咳してる。私サラちゃんとかにさ、うん、おいリンカコロナかって言われる。でもずっとしたらねずっと咳出る。なんか病気風邪ですね。ただのずっと風邪ひいとるマジで。風邪の咳をするたびにサラピリ、おいリンコ、おいリンコで、そう、そう、えでもね全然ね、風邪ですよ。この風邪は明確、絶対選手の撮影のせい。いや間違いない。いやこの咳の原因絶対それじゃけん。マジコロナじゃないです。違います本当に。うん。サーヤンがさ。睡眠取れてるかマジで心配。今日のサーヤンはなんかもう最近3時間寝れればいいと思えてきたみたいな言ってて、ちょっとマジで働き者やばいと思ってめっちゃ心配。体をもっと休めて。私なんて8時間寝ても眠いのに、ね、野菜とか2回食べまあまあ栄養ドリンク飲んでたのに怖いよね。ただの軽度の風邪。サイヤン明日5時起きとか言っとった。マジ？うん。やばいね。えぐい。えぐいわ。本当に心配だわ。やばくない？TDC の次に5時起きって何事？なんか今日のサイヤン可愛かったな。走ってきてさ、全然気づかない。全然気づかない。気づいてなくてさ、めっちゃ可愛かった。終わった後にいろんなスタッフさんにめっちゃ突っ込まれてた。万年の笑みで値段上がってるんだぞって来て、え、なんで来とるみたいな今気づいたんと思って。なんかあれはメイクさんが協力してくれてて、サーヤンが出ていかないように引き止めてくれたんですよ、メイクさんが。へえ。でモニターとかをサーヤンが見ないように裏で引き止めてくれて。サーヤンね裏でもね、いや本当ファンの人に感謝しに行けんねとか言ってる、うん、私と違いだわ。うちはマジちっちゃくて見えない私と間違いすぎて、うん、涙が出そう。コートは、ね、隠しておいてあったの。そう全然気づかんけど、めっちゃ面白かった。
はい、私とお違いでございます、すみませんごめんなさいお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 いま、私もいい子だよねえ、やっぱりさ、おい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 おしへん大量発生なきゃやだ、うん、それな反撃ありそう、んサイヤンから、うん、え、でも弱いからいつもネタがいや一生懸命考えてくれてるけどね、いつも褒めてくれたりするけど、うん、優しいけんね、ダメージを食らうことはないからないね、確かに、うん、じゃあいいからね、うん、何時に終わろう、何時終わる、12時までする、半、今13分半までしよっか、うん、毎日統一してないわ、どうしよう、え、してる、それはしてない、え、なんかさ、うん、長さ、え、なんか瀬戸内のネタない、どういう系、え、何でもいい、瀬戸内関連だったら欲しい、本当ネタないの、パセリが行きたい道の駅、道の駅くるくるなると、うん、あ、あ、徳島、うん、あ、いいね、待ってます、いいね、待ってます、足が止まってます、アイスがめっちゃあるんよ、種類がやばいね、うん、あやばいね、いいね、あ、あのさ、あの笑顔のチャンスの2番の A メロの立ち位置はなんだっけ、しまなみ海道に、あ、そうになってて、それね、それツイートしたいじゃん、しまなみ海道になってて、うん、なんだっけ、落ちメロのところはあの瀬戸内7県の立ち位置になってて、そう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 、私どこだろう、何県だろう、あれ四国、え、あ、私何県だろう、なってるんですよ、すごくない、うん、すごいよね、私何県だろう、あれあそこ、ここどこ、広島、え、この違うか、誰が広島、誰だろう、待ってよ、7県、7県なってる、広島、山口、岡山、私ここあの左の一番後ろってどこ、うん、どこ、四国なはず、多分愛媛、愛媛かな、うん、そうそうそう、奈良県知ってるよなめんななめんな愛媛、私愛媛です、パセどこ、パセリンコは並んでない、並んでない、広島やっぱ。広島かな。かも。へえ、いいな。マイキューさんがじゃあ、うん、岡山。へえ、うん。私愛媛だ。愛媛のところしおります。いいな広島。最高。凱旋公園しようよ、リンコの。凱旋公園。広島ね。しよう。みんなしよう、愛媛と岡山もしよう。うん、しようしよう。福岡も銭湯、確かにね、そう、7県の位置になっててすごくない、平助氏さんがそう言っててすごいって思った、私多分愛媛県だわ、多分私まなみ街道とかにもとるし、すんごいチケット今度また披露するときは見てみてください、うん、でも長崎もう一回やらんと、だって千代さんおらんかったけんさ、やらんとねあれカウントされてないけん行きたい、行きたい、 SKE さんもじゃない、確かにね、行かなきゃ、あれ農館じゃけん、千代さんおらんけんSKE さんの時の沖さんマジで可愛かったくない、え、 SKE さんのさ、うん、出張会の時のさ、うん、ワンツースリーフォーリックのさリハの大きさマジで可愛かったね、なんかこれ言っていいんかな、うん、いいか、うん、なんかあの、ね、そうそう、休みになってなんかセリフが大きさんが言うことになったんですけど、その時の大きさめっちゃ多忙、そう、朝から岡山で仕事して、名古屋、名古屋来たからめっちゃ多忙で頭いっぱいになってて、大きさん、うん、ごめんなさいってめっちゃ思い切れなくて泣いちゃってて、でパセリ一人めっちゃオタクの顔してニヤニヤしてた、かわいいって、
可愛いって言ってて姿をさ普段みんな見せないからさ、確かに見せないね、奥さん、うん、珍しい多忙すぎて、ね、確かにあの時の奥さんちょっと多忙すぎたね、うん、そうそう、であかりんさんがそうパセリめっちゃニヤニヤしとったけん、そう可愛かったもう完全オタクの顔しとったおしめの涙可愛いやん、いやいやいや帰宅しました、おかえり PR 舞台でさ奥さんの写真の現場に突入して見学したい、うん、PR 舞台でするの PR 舞台でやるん、あ、あ、生写真写真集、あ、写真集、おー、したいしたい、楽しそう、したい、確かに奥さんなかなか攻めそう、ね切ってほしい、あ、やっぱね、あれじゃね、そう、ポタクから言ったら服着てほしいと思うかな、うん、でも私のポタクは脱げ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 ばっかり言われるんですけど、なんで脱げ脱げ言われる、誰か一人ぐらい着ろって言ってや誰も言ってくれん誰も服着ろって言ってくれ、ね、私に脱げ、みんな脱げって言ってくれ、リンコのファンやばいよリンコのファンやばいねって言われとるよ面白い、リンコのファンやばいらしい、リンコのファンさ会社とかでも言ってないか心配、うん、え、私のリンコファンはなんか割と会社では真面目だと思うなんかこ私ねだけなんかふざけてくる、多分会社とかではちゃんとしてると思うよ多分多分ねでパセリ、パセリファンはなんか、みんなアイス食べよるよ、みんなアイス食べよるえ、なんか確かにみんな大変じゃね、うん、まあなんかめっちゃメールでアイス送られてきて、うん、めっちゃ食べたよだからおアイス行こう、やばい眠いっていうか、それのもう眠いんだけど意識が、意識が、髪の毛ほどいてお風呂入らん今日ねえ、なんだっけ、私パセリと同盟だった時あるじゃん、うん、あの時余裕でパセリの横でメイクも落とさず寝とったよね、ゴーンって寝とった、寝とるよでもちゃんと朝から入ってリンコのファンの人はさ、うん、お風呂入る、ちゃんとえ、は、え、は、入るんじゃない？入らんの？そこは似てないんだ。入るじゃろ。だって臭くないもん。臭くないよ、多分。今日早く使うとき入らん気はした、入る。めんどくさい。寝坊したら終わりをする。まあでも別に。上辺する。もう入らん気満々。あ、入るって。上辺ってことを知らんかった。知らんかった。上辺新幹線、私 だけが入らんの、いや入るけどね、朝入ってますけどね、うん、もう来る、もう公園とかの日ってね、うん、動けん、うん、見送りでもリンコ匂ってた、嘘つくなよ嘘つくなよ、え、リンコマジでいい匂いですよ、え、レッスンの時に私めっちゃリンコの髪の毛の、この前めっちゃ髪の毛クンクンしてくる、めっちゃいい匂いだった、クッキーさんハートありがとう、いい匂いだってでもレッスンの終盤で匂ってくるのやめてほしい、超臭いもんレッスンの終盤で匂ってくるパセリレッスンの終盤臭いですお見送りで臭いのやばいよ、みちさんのアカペラ配信出ました、やはいい匂いなんじゃ、うれしい、やっぱ朝風呂入ってる系かもね、うん、テンション高いよね私なんかメイクめっちゃ褒められる、めっちゃそんな適当なのに明日朝入ろ、
アイドルいい匂いですね。でも疲れとる寝てるの？起きて起きてる外心ってなった。うん、ありがとう。楽しすぎてもうアドレナリン出てたけども、出し切ったね、出し切ったね、ほんとに。うん、パセリがさ、なんだっけ、初めての星、うん、でまた泣きようかなって思った。うん、出らんかった、乾燥してえ、で撮ったよ。うそ、上手だったよ。え、なんかさ、イヤモニヤモニなんか慣れてなくて、え、そうそうそう、結構自分の声が返ってくるんですけど、うん、なんか音程がなんかわからんくて、そう、全然なんか途中からも外してた。難しい。よくなんかさ、テレビの歌番組とかで芸能人がイヤモニ外したりする、ね、ちょっと憧れ。私もちょっと、でも外して芸能人ぶりました芸能人ぶって外してました、片方だけ今日遊ぶしよう、一緒に今日行ってよかった、ありがとうございます。今回人うちの声でちょっと涙ちょちょ切れたけど耐えた耐えたあの映像ずるいもん。あれずるいよね、なんかエモい、エモいじゃん、ね、あの日さ、ジョジョ園の弁当やったよね。うん、美味しかった いい演出で本当に涙が、あ、ちょっと切れると思って、そう、ちょっとちょっとうるうるしてたけど耐えたあ、泣いた。沖縄になると思ったら、え、そう、なんかまだ沖縄なかったらやばかったと思う、そんなに絶対みんな大号泣。うんうん、沖縄泣きそう、やばいね。沖縄で体調崩さないようにしたい、うん、沖縄で体調崩したらさ、ホテルでさ、そう、マイケルさんがめっちゃトラウマって言おうか、ね、好きなおでんの具、大根ですチロ、あ、チロスチョウさんの食べれた、自分の食べてないポポさんラブ、ありがとう。ソーダ味、ソーダ味めっちゃ美味しかった。なんかなんかね、砂糖、砂糖、うん、ソーダ味の砂糖が周りについとった。私のは食べてませんリンコ何味？いちご味。パスプレーンよね。そう、パスプレーン、プレーンって何？普通の何もついてない。へー、美味しかった。シンプルイズベストだけ、うんうん、ままだ追加公演あるしね、あるしね、ね、あるよね。沖縄でさ、絶対あると思う、うん、勝手に思っとるよ、今日も普通にあると思って、うん、え、もっとった、マジショック。あれ本当にないじゃん。え、なんでなんでって思って、ね、ちゃんとたわりもあるし、これ決定ってなるって未来をもう、うん、勝手に想像し、うん、想像してた。え、なんなら自分ら横浜の時から想像しとったよねママさん、バラありがとう。じゃあストーチでやらないと。じゃあ読んで。北海道も行かない？行きたい、いや台湾行きたい、ねえ、あとインドも行きたいし、やろうやろう、シリサラと一緒にって、サプライズ期待しとったもん、なかった。シリサラがさ、めっちゃかぶれて帰ってきたらどうしようってみんな道よりよね。え、でも絶対向こう美味しいものとかいっぱいあるけどね。私、ミサラ帰ってきたら、おー、リンコ、あ、ごめん、みたいな、はい、あ、ごめん、みたいな、ついつい癖が、みたいな言われたらどうしよう。確かに、確かに、おー、リンコ、男女やもんかな、私。じゃあそろそろ壇上見たいと思います。今日のファッションポイントよ。
今日はですね、このファンの人にもらったニットにジャージです。靴下は、白です。これももらい物です。スペインおったん、あーどういう家庭よ。ちょっと毎日セットが違うから終わります。ありがとうございました。じゃあ壇上お読みします。13位ポポさん、12位ドンさん、11位ジョナラコさん、ありがとう。10位ロッカさん、ありがとう。9位ヤスベさん、ありがとう。8位ミノル、ありがとう。7位お疲れ、ありがとう。6位ヤシヒコ、ありがとう。5位ジョージ、リンク風呂入れ、入る。あ、待って、飛ばしちゃった、ごめんなさい。ありがとう。待って、わかんなくなっちゃった。待って、誰が当たってきたっけ。な、何だ、誰誰だっけ。わかんなくなっちゃったな。何位まで読んだっけ。あ、4位か。4位アンバさん、ありがとう。3位サラマンダー、ありがとう。次にいっちゃん、パセリンコ、ありがたわ。そして1位はウーマンさんでした。ありがとう、ありがたわ。じゃあ俺は1年以内にしたいと思います。やばい。じゃあ終わりますね。今日は本当にありがとうございました。また沖縄で会いましょう。ではおやすみなさい。バイバーイ。